アバチャ YouTube 音楽業界ぶっちゃけ回し、ハンサマンジです。アルトサイズのアコギが手に入りまして、ありがとうございます。スケールがね530なんで、普通のギターが650ぐらいなんで、それよりはちょっとだいぶ短くて、でこのギタレレが430なんで、フルサイズとこうギタレレの間ぐらいなんかな、ナット幅は50ぐらいなんで、ちょっとクラシックの本ちゃんよりはちょっと細いけど、でもそこそこ太いやつで、でこのギターにね、なんと、ハンサムレコーズ特製ナイロンギター弦システムをね採用しまして、6弦150号貼ったりとか、いいバランスで貼ったらね、すんげえいいんだよ。よくね、結構ね、で結構ねウッドベースっぽくて、なんかよくね、ね、すんげえ楽しいよ。ロックスターの電気を呼んだよ。私はいじめられっ子だったみたい。その辛い思い出を真似にして頑張ってロックスターになったのさ。でも僕は残念ながらそうじゃなかった。鈍くて気づかんかっただけかもしれんけれど、だから僕はロックスターにはなれない。だって君がそばにいてくれるから、孤独を知らない僕はロックスターになれない。でもそれでいい気がしとるんだ。見置きですね。これね530で、買ったウェアもあってね、しかも釣り糸貼ったらすごいいい感じなんですよ。ただねちょっとやっぱでかいよね、まだね、やっぱ40、50前後まで落としていいのかな俺の場合はね。そうだから、ウクレレがメインだから、ね、ウクレレとだからテナーサイズと普通のフルサイズギターのこれ中間ぐらいだから、コンサートととかソプラノと普通のギターの中間ぐらいだと500ぐらいなんだよ。なんで500ぐらいかな、やっぱしね、480から500ぐらいがやっぱり俺の多分ベストな、気持ちいいっしょ。そこってなんかねウッドベースっぽいさ、なんかこの感じがさ、ウッドベースとか、あとなんだフラットワウンド弦のような甘いトーンかなと思って、これはジャズをさ、アコギでやる人ってあんまいないけど、ジャズをこうアコギでやるような人にはこのねセットめっちゃおすすめですよね。で今この530のスケールでベストな、和紙的な半音下げチューニングのベストなバランスが見つかったんで、650のフルサイズでの今ねベストバランスの弦をね今計算中なんで、計算でき次第、通販出しますね。でこのほんとね、これクラシックギター革命じゃないかなね、このすごいいいと思う、ほんとに気持ちいいもんね。すごいの甘いし、で普通のさギターよりもっと密度が高いから、こうソロ弾きにもいいんじゃないかな、ピックアップね、ピックアップつけてさ。なんでこのね本当にクラシックギターを全てフロロカーボン化するというね、その第一人者としてはこんなね、
530までは成功しましたんで、650、ね、フルサイズを目指してちょっと検討しますんで、交互期待で、以上ハンサマンでした。チャンネル登録バチコイ、バイバイ。